皆さんこんにちは。八丈島でラーメン屋をしている店主の国見です。今日は実は先日ラーメンコンテストっていうのを開催したんですけれども、その結果発表をしたいと思います。こちらの動画をご覧ください。レンゲは毎年夏と冬の2回にその期間限定の新メニューをお出ししているんですけれども、今年は皆さんにどんなのがいいかっていうのを考えてもらうっていうコンテストを考えてみたわけです。はい、それで本当に思った以上のたくさんの方々が応募してくれて、しかも本当に事細かくレシピとかも書いたりしてくれて、本当にありがとうございました。特典は採用者お一人様、その開発してくれたメニューを一月間食べ放題、バブル米です。それであまりにもたくさん応募してくれたので、もう私の方も本当に本当に一生懸命全部こう書き出して、レシピも書き出して、でどれにしようかなってもう一生懸命考えて決めました。本当に考えたんです。もう頑張って考えました。それでいくつかまず油を使った揚げ物、今流行ってるっていうとんかつのっけっていうのが意外と多かったんですね。それはとんかつをのせるっていうアイディアが多かったんです。でそれはうち一応油ものがないので申し訳ないけど、まずなしっていうことに、設備の都合でなしにしました。あと八丈牛乳を使ったやつもすごく多かったんです。さすがね、みんな島のものっていうんでね、すごい考えてくれたと思うんですけど、これは私の思いなんですけど、牛乳は絶対に美味しいからこのまま飲んだ方がいいぞっていうすごい思いがあって、ラーメンに使うのもったいないんですよ。言い方が変だけど、八丈牛乳は美味しいからこのまま飲むか、美味しいデザートですね、デザートはすごいいいと思うんですけどっていう私のちょっとした思いがあって、牛乳系もなしにしました。最終的に3つまで絞りました。それをちょっと言ってみようかな。1つはもりもりラーメン、醤油、背脂、ニンニク、もやし、こういったものをしっかり美味しく炒めてたくさん乗せろという、でもりもりラーメンっていうのが1個ありました。これはもういっぱい乗せてくれっていう要望がすごく素敵で、これが1個の多分体が温まって、で野菜もいっぱい乗っけてねっていうそのコメントがとても良かったので1個残りました。でもう1個が豚キムチラーメン、これは名指しで、千両さんのキムチという指定がありました。千両さんのキムチを豚と炒めて豚キムチを作って、それを乗っけてください。貸し立てでお蕎麦屋さんをしている千両っていうところがあるんですけど、そこでキムチ角的っていうのを、いつも冬場かな、作ってスーパーとかに卸してるんですけど、これがまた美味しくて、多分島の人はみんなもう大ファンだと思うんですけど、それをラーメンに乗っけてっていうリクエストがあって、もうこれ見た時にもう絶対美味しいだろうな、それでやりたいなって思いました。まだ千両さんには言ってないし、許可は今から取ります。でもう一個がベトコンラーメンっていうのがありました。でこれは投稿した方に、ベトコンラーメンっていうのは自分で作ったんですかって聞いてみたら、いや実際どっかの地方であるラーメンらしくて、これも冬にぴったりな、野菜たっぷり、ニンニクたっぷり、なんだネギとかニラとかそういうのをいっぱい乗っけた温まるタイプの風に負けないぞっていう、そういうベストコンディションだ、ベトコンはベストコンディションの略ですねっていうのがあって、これもすごく惹かれて、この3つに最終的に絞りました。
わあ、悩みますね。悩む、本当に悩む。どれがいいですかね、なんか冬に。そうなんです、冬で寒いポカポカ系でいったらこの3つでになったんですけど、さどうしましょうね。ツイッター上でもなんかこういうのが盛り上がってましたみたいな。ツイッター上やっぱりあのこれも千両さんなんだけど、はい、千両さんで千両さんのそばにとんかつ乗っけるっていうトッピングっていうのが流行ってるみたいで、千両さんで今8時まで流行ってるとんかつ乗せっていうのが多かったよ。なるほど、天ぷら乗せとか、そう、そういうコメントが結構多かったです。なるほど、なんか流行ってるみたい。残念です、油が設備さえあれば。ちょっと今回はなしでっていうことになりました。結果発表、採用者は蓬莱軒子ども食堂さんの千両のキムチラーメン。おめでとうございます。おめでとうございます。私も食べたいし、千両のキムチを使った豚キムチラーメン、ぜひ1ヶ月食べに来てください。本当に1ヶ月食べに来てくれたらもう1ヶ月つけちゃおうかな。本当におめでとうございます。あれ、そしてあの応募してくれた皆さん本当にありがとうございました。で、実はあのもう一個、とても素敵なあのメニューを、提案してくれた方がいらっしゃいまして、あのですね、せっかく八丈に来たら、八丈のものを食べたいと思う方が多いから、八丈島のものをいっぱい使ったラーメンはどうかって、あの明日は加工工場さんが提案してくれました。でもちろん自分のところの足場を使ったっていうのがねしっかり入っていて、でこれは本当に魅力的でとっても素敵なあの内容だったので、別枠で年間通してしっかりもうちょっと時間かけて吟味してあの1個作ってみたいなって思います。ありがとうございました。新しいチャレンジですね。頑張ります、ね、今回はねたくさんのヒントがあったからいろんなのが新発売できると思います。本当にありがとうございました。では12月1日から千両のキムチを使った豚キムチラーメンをあの店頭で発売します。皆さんぜひ食べに来てくださいね。美味しいよ。これはね絶対締めのこのツイッターの皆さんには一番ウケると思う。ウケとか言ったらね、ああ大丈夫大丈夫、調べる。八丈島そば屋千両しおこさん何、ここダメだ、出た出た、でもあ繋がった。あもし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 、あもしもし、こんにちは、国見です。聞こえます、もし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 、あ、こんにちは、国見です。聞こえます？うん。あ、ごめんね、すいません、あの、実はすいません、突然、あの、千両さんのキムチあるじゃないですか。あ、あれってもうそろそろできますか？あ、そうか、あの、日にちは未定だけど、寒くなったらできるか。なるほど。あ、なるほど。あの、実は、わかった？わかってくれた？あれ、あのね、そう、なんかさ、私、あ、本当に？じゃあいい？ちょっと大量っていうか、まとめてお買い上げとかしても大丈夫ですかね？本当？いや、そうなの。言ってやる。言ってやるの？あ、うん。じゃあよろしく。はい、ありがとう、極秘ね、はい。やだ、しおちゃんはそういうことがあるかもしれないってね、スタンバイしてたってよ。あ、びっくりした。決定です。おめでとうございます。豚キムチラーメン、名前は改めてまた考えます。あー、やだ、もうほんと今のコメントね、これをね流したいぐらいやって、いやー嬉しい。では結果発表、
採用者は蓬莱軒子ども食堂様のキムチラーメン。もう一回だな。